皆さんこんにちは、大樹です。今日スクールの、まあ、体験会というのをやっててね、まあ、スクールに興味が、あるって言ってくれる人たちに、まあ来てもらってですね、でスクールでどんなことを教えてるのかとか、スクールに来たらどうなるのかっていうことを、いろいろとね伝えてたんですけど、でなんかね、スクールにもちろん来たらいいこと起こりますよ。起こるけど、なんかうちのスクールに来るか来ないかっていうことは、別にして、なんかねやっぱりこういうコーチングとかアドラー心理学とかなんかに興味があるっていうことは、やっぱり自分がどっかで現状にその満足してないというかね、なんかもっと変わりたいとか変化できるとかで変わった方がいいんじゃないかと思ってるから、やっぱりこういうものに興味持つわけで、だからやっぱり自分は何を求めてんだろうとか、どうなりたいんだろうって考えることがね、自分に問いかけることが本当に大切だと思うんです。で今日参加してくれた、まあ、20代のね、ビジネスパーソンとこう話をしてたらね、やっぱりなんか上司を自分の、ね、会社ですごく頑張ってるし、で上司も頑張ってるんだけど、上司見た時にそうかと、このまま行ったら自分は10年後とかね、20年後とかこうなるのかと、やっぱりこう 見た時に、なんかやっぱり違うなと、でいうふうに 思ったっていうことをね、こう言ってくれて、でまあその上司と比べることがいいかどうかとかね、でいうこととは別にしてですね、やっぱりその自分がこのままの延長線上で行ったら、今のまんま行ったらどうなるかって、この未来予測をしてみるっていうのはすごく大切ね。アドラー心理学でいうと、これが、自然の結末っていうのを想像するとか、そこから学ぶっていうことで、やっぱり今と同じことを、同じ環境の中で同じ考え方を持って行動していったら、やっぱりこの延長線上に結末があるわけですね。でそれを想像した時に、それ望んでることだと、でそれこそまさに求めてるものだったら、それはいいことで、でもやっぱりちょっと違うなと思ったら、やっぱりそこで何か自分の考え方やり方を変えていく、自分の目的に向かっていくように変えていくか、自分の今の環境とかね、それから自分の持ってる人間関係っていうのを変えていくタイミングなんですね。でだからね、どっちに変えるかとか何をするかっていうのの前に、やっぱり自分がこの延長線上でいいのかどうかっていうことね、でそのためにはこのまま行ったらどうなるのかってことを想像してみる、まあそれのすごく簡単なやり方が、同じ環境の中に、ずっといる人たちを見て、それを参考にするっていうことなのかもしれないんですね。でそこで違うなってなったら、何が違うんだろう、じゃあどうなることを求めてんだろう、でそれが自分の人生に起こったら、それは本当に素晴らしいことなのかどうか、何が素晴らしいのかってこう考えながら、自分の望んでる本質に迫っていく。で、ああやっぱこれが大切なんだって、何か価値観に気がついたら、そこに向かって少し考え方やり方を変えていく、もしくは自分の付き合う人間関係とか居場所を変えていく、要は自分に対する刺激を変えていくってことですね。でやっぱりまた新しい自分の内側からの反応によって人生をね変えていくっていうのが、コーチングの中でもね大切なことで、ですから時にはこのまま行ったらどうなるかとかね、今自分はどこに向かってんのかっていう、その結末ね、自分が今向かってる、今やってることの延長線上にある結末を知るっていうのも大切なことじゃないかなというふうに思います。参考まで。